こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代からの脱おじさんメンズ美容アイテムベスト5ということでお届けをしたいと思います。まあ、僕自身ですね、今年40の大台にですね、突入したわけで、まあ、そろそろですね、いろんなことを考えていかなくちゃいけないなと思うんですね。普段発信しているようなファッションですね、ここもすごく重要なんですが、まあ、そういったものの土台となるような清潔感だとか、身だしなみ、この後 あたりにもちゃんとですね、力を注がなくちゃいけないなということをですね、自覚してるわけなんですね。それは僕だけではなくて、見ていただいている皆さん、結構30代の後半から40代ぐらいの方がですね、非常に多いんですが、僕と同じようにですね、まあ、清潔感意識しなきゃなと思っている方、少なくないかなと思います。そんな方のために今回はですね、なかなか僕らにとっては遠遠く感じるようなメンズ美容ですね、ちょっとこの言葉を聞くだけで、自分とはあんまり関係がない。 少なななななななくいいいかかととと思思うう方もんんななんでですすがそんなことはないんですね僕ら世代こそ、清潔感はめちゃくちゃ重要ですね。まあ、10代、20代の頃であれば、体形もスマートだし、肌の状態も良いし、髪の毛もボリューム感があるので、十分若々しく見えるわけなんですが、これが30代後半から40代以上になってきたら、ある程度のケアをしてあげないとなかなか清潔感も漂わないし、そこのベースがない状態の上にファッションを重ねるよりも、 ちゃんと土台作りをした方が明らかに見た感じの印象がいいかなと思うのでぜひ今回の動画をですね一つの参考にしながら今後のですねメンズ美容の入り口にしていただきたいなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッション今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的にメンズ美容アイテムをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ最近ですね、僕自身いろんなものを買い揃えたんですね。まあそれをですね、実際に今回持ってきたので、ご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目は、ムダ毛ですね。これはない方がいいに決まってます。撮影してる今はですね、季節的にそんなに肌が見えない状態ではあるんですが、腕毛であったりだとか、あとはすね毛であったりだとか、あとはですね、 結構男性だったら分かっていただけるかなと思うんですが、ま、いろんなところになくてもいい毛ってめちゃくちゃ生えますよね。こんなとこまで生えるのかというところで絶望することがあったりするんですが、ま、そういったものはなるべくですね、定期的にカットしてあげた方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。その点ですね、あると便利なのがこのアイテムなんですね。もう中には持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、こちらパナソニックのボディートリマーというアイテムですね。 これ、アマゾンで購入することができるので、リンクも貼っておきたいと思います。まあ、いくつかグレードがあってですね、僕が買ったのはこれですね、ハイグレード版ということで、まあ、現在、今現在だと7273円で、アマゾンで売っています。これはめちゃくちゃ良かったですね。まあ、グレードが変わったらどのような違いがあるのかも後ほどお伝えしたいかなと思うんですが、まあ、今までですね、無駄毛というと、僕は髭があるので、げ専用のトリマーを持ってるんですね。それを を使って腕毛ですとかすね毛を剃っていたりしたんですがまあ、よりですね専用のものがあった方が使い勝手いいのかなということでパナソニックのこちらもう定番的なアイテムかなと思うんですね値段も安くないからちょっとためらったんですようんどうかなちょっとここまでかけるのは勇気がいるなと思ったんですがもう大正解でしたねとにかく時短になるのと楽なんですよ日々のケアにおいて大事なのはなるべく時短ができることと手間 かからないことそこがある程度揃ってないと続かないんですよね。 これはめちゃくちゃいいです。まあ、どのように使うのかというと、まあ、腕毛だとですね、もう本当に撫でてあげるだけでサクッとですね、毛がそれてしまうんですね。音聞こえてますかねサクサクと音がしてますが、まあ、そんなに腕毛僕はないので、そこまで違いは出ないかなとは思うんですが、これを使えば腕毛、すね毛、まあ、特にすね毛なんかは僕はない方がいいんじゃないのかなと思っていまして、もともと僕は毛深い方なんですよ。ほっとくとどんどんすね毛が伸びてしまう んですがまあ、こういったものを使って、僕はですね、なるべく短くしてしまうんですね。まあ、これってツルツルに反るようなアイテムではなくて、一番短くても0.1ミリですかね。そういった長さになるんですね。全部、噛みいで剃ってしまうと、実はですね、すね毛なんかはわかりやすいんですが、生えてくる時にチクチクして、めちゃくちゃ痒いんですよ。この不快感っていうのは、かなりしんどいので、ツルツルに反るのはあんまりおすすめしないんですね。 だけどこれだと0 1ミリで限りなくゼロに近い形で短くすることができるんですね。まあその状態からある程度めんどくさいので放置して結構目立ってきたなと思ったらまた反るという形でこれを使っているわけなんですが、まあ体感としては前に使っていたヒゲトリマーでスネ毛をやるよりもですね、半分から3分の1ぐらいの時間と手間でサクッとですね、処理ができるようになったので、 これはめちゃくちゃ便利です。しかも、ある程度メンテナンスも簡単で、この歯の部分に詰まった毛は水洗いできてしまうので、サクッと洗い流すことができます。また、こちらお風呂場でも使えるような防水機能もちゃんとついているので、もちろんお風呂の中にジョボンというのは NG だと思うんですが、まあシャワーでちょっと濡れる程度であれば問題ないと思います。ですので、お風呂場で全部処理できてしまうっていうのも、めちゃくちゃ便利なポイントかなと思います。あとはですね、このグレードによって、 時間が変わったりだとかあとは、この長さの調節ですね。アタッチメントがついてきて、長さを細かく調整できるんですが、まあ、それに関しては僕はもう本当にアタッチメントほとんど使わない状態で、そのまんま行っちゃってるので、あんまりそこは関係ないかなと思うんですが、まあ、急速充電ができて、スタンダード版だと約8時間充電にかかるんですが、こちらのハイグレードバージョンだと、急速充電で約1時間で充電が完了することができるので、その点含めて、一度買ったら そんなにちょこちょこ買い換えるものではないと思うんですね。ですので、時短というところを考えるのであれば、こちらのハイグレードバージョンが僕はいいんじゃないのかなと思っています。これは買って結構生活が劇的に変わったアイテムなので、大人の男性であればぜひ一本持っといてください。腕毛、すね毛は基本的なところとしてマストなんですが、それ以外、あとは想像にお任せしますが、いろんな箇所の毛がこれ一本でストレスなく完全排除できますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目のメンズビューアイテムなんですが、男の匂い問題。これはですね、もうめちゃくちゃケアしなくちゃいけないところだと思うんですね。なかなか自分では気づかない問題だと思うので、まあ、ベースはしっかりと整えつつ、そこにプラスアルファで今回お伝えしたいなと思ってるんですね。まあお出かけ前にデオドラントスプレーだとか、ロールオンタイプのものを使っている方多いかなと思うんですね。僕はですね、こちら使ってるんですね。AG デオメンのですね、デオドラントロールオンってやつです、ね。 ね、まあこれの無効性のものを使ってんですね。基本的に香りがしないものを使ってベースラインを整えつつ、そこにプラスアルファでちょっとした香り付けというか清潔感の漂うような香りをですねつけられるとよりいいんじゃないのかなと思って今回ご紹介したいアイテムはですねこちらですねニールズヤードというブランドのデオスプレーというものですね僕が使ってるのはレモン＆コリアンダーというですね香りなんですがこれが清潔 感があってすごくいい香りなんですよまあ、いわゆる香水みたいなものとは違ってデオドラントスプレーなのでそんなに長い時間匂いが継続するわけではないんですがこれ朝ですね一吹きするだけで爽快な気持ちになりますし清潔感漂う匂いがほんのりと漂うのでこれは1本持っておくと便利なんじゃないのかなと思いますなんか嫌味のない香りで癖もないんですよそのあたりが個人的にとっても好きなポイントになってるんですねまあ、外出前にはこれ使 使いますしあとは外出中もちょっとちっちゃめのボトルなんかを用意をしておいて人と会う前とかに軽くスプレーしてあげたりするとこれまたほんのりと香りが漂うのでなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思います基本的には家出る前はこれを使っていて外出の時にはちょっと大きいのでもう少しコンパクトなものを持ち歩いてるんですが僕が最近使っているのはこちらイソップというブランドのこれまたボディースプレーというものなんですねこれまたですね香りすごくいいので個人 個人的にちょっとリラクセーション効果もあるので個人的にはすご拭い,い,い,いてみたいと思うんですが、匂いはね、動画では伝わらないのがちょっと残念なんですけども、これもそんなに癖が強い感じではなくて、ふんわり香る程度なので、すごく雰囲気はいいんじゃないのかなと思います。まあ、イソップというブランドはもう男性よりも圧倒的に女性に支持されているブランドなので、まあ、女性からの評判も含めて悪くないんじゃないのかなと思います。まあ、ニールズヤードも同じですね。女性に人気が高い ブランドなのでこのあたりをうまく使いながら、まあ、香水使うのはちょっとやりすぎだけどもほんのりでもいいので心地のいい香りがするというのは決して悪いことではないかなと思うのでぜひこのあたりのデオドラントスプレーですね皆さんも一度検討していただければなと思っています はい、続いて3点目も男の匂い問題なんですが、外出前にはデュドラントスプレーみたいなものを使うとして、帰宅後ですね、帰宅後お風呂に入るときのボディーソープの選び方も結構重要かなと思います。市販のものも決して NG ではないんですけども、男の匂いですね、いわゆる加齢臭だとか、そのあたりまでちゃんとカバーしてくれるようなものも、やっぱり持っておくと気分的にも安心感があるかなと思うんですね。そこで個人的に使ってるものを2本ごし 紹介したいなと思います両方とも Amazon で買うことができるんですがまず1本目なんですけどもこちらドットというものなんですねこれはいわゆるこう男の匂いカレー臭だとかそういったものにですねある程度特化したようなアイテムになってましてまあ、心配な時にはこれ使っておけばまず間違いがないかなと思います僕もこれまでに2本ぐらい使いましたが、まあ、基本的なベースの香りもいいし洗い上がりもさっぱりしているので使い勝手もいいですで実際にこれを使った効果に関しては 僕は正直よくわからないというのが本音なんですね。というのも今のところ香りについてあんまり指摘されることがなかったのでお守りとして使ってる感じではあるんですが Amazon のレビューなんかを見てみると結構ですね、効果は実感されてる方が多いというのが分かっていただけるのかなと思います。奥さんから言われて購入してすごく改善したというようなレビューが結構多いので、まあ、そういった点はすごく安心感があるのかなと思います。ただ一点デメリットがあってかなり高いんですよ。 これ、2980円ぐらいするんですよね。ちょっと個人的にも、なかなかハードル高いなと思っていて、ずっと買い続けるというわけではなくて、ベースとして使ってるのがこちらなんですね。リデンというブランドのですね、ボディーソープなんですね。 これはもう今までに10本以上使ってきていて、まあ、めちゃくちゃ使い勝手はいいです。Amazon の中でも結構ボディーソープで上位にランキングされてるので、まあ、皆さんも知ってるかなと思うんですが、まず香りがね、すごくいいんですよ。マリンムスクの香りというところで清涼感あって、すごくね、ベースの匂いが好きなんですよね。まあ、甘い感じも男なのであんまり好きじゃないし、かといってあんまり刺激が強すぎる感じも好きではないので、まあ、このあたりの清涼感のある香りはすごくいい かなと思います洗い上がりもすっきりとしていますし一定の消臭効果というところも期待できるのでまぁ、あ、ベースはこれでいいんじゃないのかなと思いますちなみにこれ価格も結構差があって多分3分の1ぐらいですねだいたい1000円前後で買うことができるのでこれ1本でこれ3本分というところなのでここら辺をうまくミックスしながら使うのが個人的なマイブームでベースはこっちを使ってますただちょっと人と会う機会があったりだとか気分的にちょっと今日はちゃんと 洗いたいなという時にはこちらを使うようにしてるんですねまあ、このように使い分けていただければこちら自体をある程度温存しつつコストを下げることができるのかなと思いますまあ、男の匂いに特化しながらも清涼感があってなおかつ香りもいいというところではこの2本はもう鉄板だと思うのでまあぜひ皆さんもボディーソープ改めて検討してみるのもいいかなと思っていますまあ、この辺りは僕の中でももうちょっと開拓したいなと思っているところなので皆さんのお勧めもありましたらコメント欄でまたお伝えいただければなと思っています はい、続いて4点目のメンズ美容アイテムなんですが、今回ご紹介するところの中では、一番メンズ美容らしいアイテムかなと思います。ところで皆さんお気づきでしょうか今日の僕はですね、右と左でちょっとですね、印象が違うと思うんですね。どこが違うのかというと、正解は、ここです。眉毛が違うんですね。 こちらはですね、ちょっと濃いのがわかるでしょうか。こちらの方がちょっとまばらになっているのもわかっていただけるかなと思います。実はですね、最近僕はよくやるようになったんですが、メンズメイクの中で一番重要だと思っていることの一つなんですが、 これですね。眉毛ですね。この眉毛って印象を大きく左右するものなので、ちょっとした手入れなんていうのは重要なのかなと思っています。僕が最近よく使ってるのが、こういったアイブロウペンシルというもので、こちらまた Amazon で購入したものなんですが、ムルクのアイブロウペンシルというものなんですね。ちょっと開けてみると、このような形でペンタイプになっていまして、軽くですね、このように眉毛を描いてあげると、だいぶ印象は変わるかなと思うんですね。まあ、僕自身ですね、眉毛は割と しっかりとある方だったので、あんまりケアすることが多くはなかったんですが、ここ最近ですかね、ちょっとこうまばらになってきたというか、部分的にハゲてきたんですよね。まあ見ていただくとわかるんですが、こっちの眉毛は実はちゃんと撮影前に眉毛を描いてきてあるんですね。なので、割とですね、しっかりとしてるかなと思うんですが、一方でこちらって結構後ろの方がまばらになっていて、ハゲてるのわかります皆さん。 わかるかな特にこのあたりから薄くなってるんですよね。まあ、人の眉毛ってやっぱり均等ではなくて部分的にちょっとこう剥げていたり欠けていたりだとか、あとはベースがそもそも薄かったりだとか、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですね。この眉毛の印象ってすごく大きくてファッションも大事なんですが顔周りって必ず相手の視界に入ってくるものなのである程度整えていた方が元気に見えるし男らしく見えるし活発に見えるんですね。これが眉毛が 薄い状態だと結構弱々しく見えてしまったりだとか元気がなく見えてしまうのでしっかりとメイクする必要はないんですが本当に朝の30秒から1分以内でできてしまうものなのでささっとですね眉毛薄い部分を埋めてあげるだけでもだいぶ印象が変わるのかなと思います、まあ、実際ですね僕の右と左の印象の違いも見ていただきたいなと思いますしあとこちら画像も見ていただきたいなと思うんですねこの画像で見ていただいた方がよりわかりやすいかなと思うん でですが眉毛ののの与える印象っっっっててて全然変わってくくぜひこういったものを1本持っておとと便利かなと思います思ってるよりも結構簡単ですし、なおかつ時間もかかりません。そして不自然な感じもしないですよね。僕は最初こういったものを使うのって、世代的にビジュアル系バンドの人だけかなと思っていたんですが、意外とですね、使ってる方、20代とか30代前半の方は多いですし、だんだんと一般化してくるのかなと思います。全く使ってて違和感ない ないんですよね。バッチリ描くというところは足りてない部分を足すだとかベースの部分の色合いをちょっと濃くするぐらいなので、意外とメイクしていることを全く気づかえないので、そこは安心していただいていいのかなと思います。まあ、こちらのムルクのアイブロウペンシルそんなに安くはないんですが、1本あれば長く使うこともできますし。 結構安いものもトライしてみたんですけども、芯が折れやすかったりだとか、意外と使いづらかったので、まず最初の一本としてはこういったものを間違いなく使い勝手がいいかなと思います。あと個人的には姿勢同面のものも使ってるんですけども、こっちの方がやっぱり高かったんですね。だけど違いがものすごくあるのかというと、まあ正直ですね、ビサだと思っていて、使い勝手の良さとか買いやすさで言うと、無力すごく便利かなと思うので、ぜひこのあたりも検討しながら、ぜひ皆さんも眉毛意識していただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目のメンズ美容アイテムなんですが、これはもう絶対に欠かせないアイテムかなと思います。 日焼け止めですね。これはですね、季節に関わらず、一年中朝は塗って出た方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、僕らぐらいの年になると、やはりですね、シミが増えたりだとか、あとは、ほくろがなんか昔と比べて大きくなってきたかなとか、まあそういったところをですね、気にされる方は少なくないかなと思うんですね。やはり、メンズ美容において最も重要なのは、日焼け止め。これはもう間違いのないところだと思うんですね。まあ、紫外線を浴び続けて良いことってそんなにない ないと思うんですよ。もちろん午前中の太陽の光には体にいいことたくさんあるので、僕も積極的に日光を浴びるようにしてるんですが、まあ、それにしてもですね、肌のケアはしておいた方が間違いがないのかなと思っています。日焼け止めを塗るかどうかでシミですとかほくろですね、このあたりの増加を食い止めることもできますし、肌のたるみだとかシワもある程度防止することができるので、日焼け止めはもう365日毎日塗るぐらいでもいいんじゃないのかなと思っています。まあ 正直家から出ない時には塗らないこともあるんですが、それ以外は必ず塗るようにしています。 僕がですね、ベーセスで使っていうのは、以前にもご紹介したことある、無重視良品のですね、日焼け止めなんですね。何がいいのかというと、めんどくさくないんですよ。これポンプ式になっていて、いちいち、ま、このような、蓋を開けて、このように手に取るっていうですね、と手間がないので、すごく便利なんですね。これ、毎朝プッシュして、手のひらで伸ばして、顔に塗るだけで、速攻で家を出ることができるので、この手間がかからないという点では、まあ、最強の日焼け止めかなと思います。まあ、朝塗るっていうのは、ま、重要です。 こ要なことなんですが、外出時もやっぱり塗り直しが必要になってくることもあるんですね。その時にもめんどくさがり屋の僕としては、まあ、このような携帯用のものもあるといいんですけども、 これも手のひらに出すのがちょっとめんどくさいんですね。手のひらに出したらやっぱり手を洗いたくなるし、ちょっとした手間が生じるので、僕が愛用してるのがこれ、制度面のものなんですね。以前ですね、宮永エイトさんから教えてもらったものなんですが、これはめちゃくちゃ良かったですね。今年の夏結構使ったんですが、まあ、ロールオンタイプでこのようにですね、ダイヤルを回すと出てくるんですが、これをですね、このように実際の手のひらに取らなくても塗ることができるというところで、これまためちゃ めちゃくちゃ便利なんですよね。ま、あ指定度面ということで値段はちょっと安くはないんですが、一本持っておくとすごく便利なのかなと思います。僕は外出用のカバンにですね、これを必ず入れるようにしているんですが、この2本さえあれば基本のですね、日焼け対策としては十分なのかなと思います。まあ、女性のように細かく何度も塗るということも、まあ、 必要っちゃ必要なんですけども、やらないよりは多少やってあげた方がいいというところで、朝に一回と外出時に日差しが気になる時にはたまに使ってあげるというところでケアをしてあげれば、やはりこういったものは数年後に大きな差として現れてくるかなと思うので、ぜひ日焼け止めの習慣も皆さんつけていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代からのおじさんに見えないためのですね、メンズ美容ということで僕のおすすめのものを5000ご紹介させていただきました。この動画結構完全保存版かなと思います。どのアイテムに関してもやはりですね、ある程度身だし並みの一部として意識をしておくとすごくいいのかなと思います。まあ、いきなり全部を揃えるのは難しいかもしれないですが、今日お伝えした中で2個、3個取り入れるだけでもだいぶですね、自分 自分自身の意識が高ままるかなと思っていますまずは匂いの面からケアしてみるのもいいと思いますし、ちょっと普段と雰囲気を変えたいのであれば、 眉毛をですね、描いてみるというのもいいと思います。最初はかなりハードルが高く感じるものなんですが、一度トライしてしまえば、そんなに違和感なく続けることができると思うんですね。そしてこのようなベースの清潔感の維持というのは、これからどんどん人と差がついてくるところかなと思っています。年齢を重ねていくとですね、どんどん清潔感っていうのは、残念ながら僕もですね、損なわれていくものなので、そこはですね、一定の手間をかけながら、ちゃんと補ってあげれば、清潔感ですとか、見た目の改善と というところはそこまで難しくないかなと思うのでぜひ今後の参考にしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですがこちらの動画ではなかなかお伝えできないような中級者向けの アイテムですとかコーディネートの解説は僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしていますこういったメンズ美容に関しても結構赤裸々にですねリアルタイムでお話をしていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか普段ですね動画をチェックできない方のためにオンラインサロンも開催をしていますそちらでは写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っていまして、まあ、僕の方でも1日2回投稿を行っています 僕以外のスタイリストの方も何人か在籍をしていて、どんどん記事をアップしていますし、あとは参加者の皆さんも気軽に発信をすることができるんですね。ですので、一日に結構たくさんの記事が発信されていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。